6世紀の朝鮮半島では高句麗の圧迫を受けた百済や新羅が勢力を南に広げ、賀屋の諸小国を合わせたため、賀屋諸国は562年までに次々に百済、新羅の支配下に入りました。そして賀屋と結びつきのあった大和政権の朝鮮半島での影響力は後退します。6世紀初めの政治を指導した大友氏は朝鮮半島への政策をめぐり勢力を失い、6世紀中頃には物の部氏と信仰の蘇我氏とが対立するようになりました。蘇我氏は渡来人と結んで朝廷の財政権を握り、政治機構の整備や仏教の需要を積極的に進めました。589年に中国で隋が南北朝を統一し、高句麗などの周辺地域に進出し始めると、東アジアは激動の時代を迎えます。国内では大臣蘇我馬子が587年に大村寺の物の部の守屋を滅ぼし、592年には崇祯天皇を暗殺して政治権力を握りました。そして離脱天皇の妃であった推古天皇が新たに即位し、国際的緊張の下で蘇我馬子や推古天皇の甥の馬屋等を聖徳太子らが協力して国家組織の形成を進めました。603年には冠位12回、翌604年には憲法17条が定められました。冠位12回は士族ではなく個人の才能・功績に対し冠位を与えることにより、士族単位の王権組織を再編成しようとしたもので、憲法17条も豪族たちに国家の官僚としての自覚を求めるとともに、仏教を新しい政治理念として重んじるものでした。こうして王権のもとに中央行政機構、地方組織の編成が進められました。中国との外交も遣隋使の派遣により再開され、随所に見える600年の派遣に続けて、607年には小野妹子が遣隋使として中国に渡りました。この時の隋への国書は倭の五王時代とは異なり、中国の皇帝に親属しない形式をとり、煬帝からは無礼とされました。618年に隋が滅んで唐が起こり、強大な帝国を築くと、倭は630年の犬神の御助けをはじめとして引き続き遣唐使を派遣し、東アジアの新しい動向に応じて中央集権体制の確立を目指しました。遣隋使に同行した高婿の源理、水淵の松庵、民羅の留学生、学問僧は長期の滞在の後、中国の制度、思想、文化についての新しい知識を伝えて、7世紀半ば以降の政治に大きな影響を与えました。6世紀末から奈良盆地南部の飛鳥の地に大きみの王宮が次々に営まれます。有力な王族や中央豪族は大王宮とは別にそれぞれ邸宅を構えていましたが、大王宮が集中し、その近辺に王権の諸々の施設が整えられると、飛鳥の地は次第に都としての姿を示すようになり、本格的宮都が営まれる段階へと進みました。7世紀前半に蘇我氏や王族により広められた仏教中心の文化を飛鳥文化と言います。飛鳥文化は渡来人の活躍もあって、百済や高句麗、そして中国の南北朝時代の文化の影響を多く受け、当時の西アジア、インド、ギリシャともつながる特徴を持ちます。蘇我氏による飛鳥寺や序明天皇創建と伝えられる百済大寺、聖徳太子創建と言われる四天王寺、法隆寺などが建立され、寺院は古墳に代わって豪族の権威を示すものとなりました。伽藍建築は礎石、瓦を用いた新技法による大陸風の建物でした。仏像彫刻では蔵造りの鳥の作と言われる金銅像の法隆寺金銅釈迦三尊像のように、
整った厳しい表情の中国南北朝の北魏様式を使用しているもののほか、柔らかい表情の中宮寺、半夏寺唯像、法隆寺、百済観音像などの木像があります。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、いいねよろしくお願いします。東京横浜で家庭教師をやっておりますので、興味がある方は概要欄からメールをしていただければと思います。それではまた。